人民法廷で裁判官を務めるライネッケ。中央は裁判長、ローラント・フライスラー・ヘルマン・ライネッケはドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍不評大将国防軍最高司令部総務局長、同国家社会主義指導部長などを務め、第二次世界大戦後のニュルンベルク継続裁判で終身刑の判決を受けた。ビッテンベルクに中尉の息子として生まれる。 士官学校での教育を受けた後、1905年に、プロイセン王国陸軍に入営。1906年に少位に昇進、不評第79連隊付けを経て、第一次世界大戦に従軍。1915年に負傷し、プロイセン軍事将付けに転じる。戦後もバイマル共和国軍に残り、1929年に、少佐に昇進。 1933年のドイツ国会議事堂、放火事件とそれに続くナチスの全権掌握後、ナチスの軍備拡張政策によりライネッケも急速に昇進した。1933年に、中佐、1935年に、大佐、1939年に、少々、第二次世界大戦中の1940年に、中条、1942年6月に、 不評大賞に昇進した。1934年2月に国防省付となり、1945年の敗戦までドイツ国防軍で影響力を保持した。最初陸軍等水部陸軍専門学校及び補給部長となり、1935年に新設の国防軍局に転じた。1938年6月から国防軍最高司令部国防軍。 一般案件部局長を務める。このため対戦勃発から終戦まで捕虜部長を兼任した。ドイツ軍に捕らえられた多数の捕虜、とりわけソビート連邦の捕虜が多数死亡したため、捕虜の待遇の責任者だったライメッケの責任は詳しく研究されている。1944年1月には国防軍国家社会主義指導部長に就任し、国防軍を ナチスのイデオロギーで支配することに努めた。すでに1934年7月には、ライネッケは、ナチスに従順だったと言われている。ナチスドイツのごく早い時期から、人民法廷の名誉裁判官に選任されていた。ヘルマン・ゲーリングが推薦した人物は、ルドルフ・ヘスにより、これまで国家社会主義者ではなかったと拒絶されたのに、対し、ライネッケは拒絶されなかったことからも伺える。 1937年には、ナチス高官と国防軍将校の会合を組織し、国防軍内の親ナチス派を増やすことに努めた。1938年の講演では、中世先生では、アドルフ・ヒトラー個人や国土防衛のみならず、国家社会主義的世界観にも、中世を誓わねばならない、国家社会主義の要求取り念には、何のためらいもなく賛成することが重要であると、 述べている。軍部のみならず、社会全体も、ナチスのイデオロギー化されねばならないと考えていた。教育は、相当、民族、生存権の目標に合致し、戦士のみならず、政治的信者を養成するべきだと唱えた。形式上の入党は、割合遅い方であり、1943年に、黄金ナチ党員バッジを授与され、1943年10月に、 正式に党員となった。また1941年3月にアルフレート・ローゼンベルクの設立したユダヤ人問題研究所の名誉会員となっている。捕虜部長としてベルリン地区防衛司令官に対し1941年3月に来たるべきバルバロッサ作戦で得られる捕虜の収容を準備するように注意を喚起している。1941年半ばには 大量の赤軍捕虜を収容するため、ハーグリクセン協定を無視した劣悪な環境の収容所建設を命じている。脱走者は射殺するよう命令を下した。9月には、ソビエト連邦の捕虜には、いかなる名誉ある取り扱いも無用であるとの国防軍最高司令部命令を下し、ホロコーストやアインザッツグルペンの活動を容易にした。 11月にもソ連軍捕虜をゲシタポに引き渡すことや、射殺を正当化する命令を下している。1943年10月、180人の召喚や、1943年12月にヒトラーより国防軍最高司令部国家社会主義指導部長に任命された。1944年1月にはヒトラーに対し、政治将校の計画案を上申。 ドイツの敗色が濃くなる中、軍部支配はナチスにとって重要となった。1944年3月に政治将校の要請が開始された。政治将校の目的は兵士を熱狂的な信奉者にすることとされた。1944年9月、陸軍人事部長のビルヘルム・ブルクドルフは政治将校は赤軍のものと変わりがないとして抗議している。 1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件が起きた後は、ライネッケのナチス経営者は、より過激になった。7月20日午後9時に、ヨーゼフ・ゲッペルスより、ベルリン防衛司令官職を引き継ぐよう命令され、司令官、パウル・フォンハーゼを皇帝で逮捕した。裏切り者に対する人民法廷の裁判には、ローラント・フライスラーと共に112の裁判で、 名誉裁判官を務め、185の被告に対し、50の死刑判決を下した。しかし10月にフライズラーは、司法大臣オッド、夫ーティーラックに対し、ライネッケがこれ以上人民裁判に加わることは、不可能であること、特にライネッケのかつての上官フリードリヒフロム上級大将に対する裁判には参加させられない、と上申している。終戦ともに連合国に投稿して、 ベルギーのモンドル・フレ・バンに設置された交換専用のアシュカン収容所に収容された。戦後、ライネッケはニュルンベルク継続裁判の一つである国防軍最高司令部裁判で戦争犯罪、人道に対する罪、特に1941年の赤軍政治小拘束時処刑を命じるコミッサール司令布告、ソ連軍捕虜300万人の殺害などといった国際法違反により、 1948年10月27日に終身刑の判決を受けた。冷戦という時代背景から1951年にアメリカ合衆国のハンジジョン・マックロイはライネッケら西ドイツ国内の先般の恩赦を検討したが、マックロイの法律顧問ロバート・ボーイはライネッケの罪状が特に重いことを指摘して反対し、マックロイはライネッケを終身禁固刑のままとした。 しかし1954年10月に、ライネッケは国防軍最高司令部裁判の被告としては最後に、ランツベルク刑務所から釈放された。妻のガルトルードはオペラ歌手であった。息子のハンスペーターは巧妙な音楽学者として活躍した。ありがとうございます。